マゼラン雲、大マゼラン雲とコマゼラン雲の位置関係や向きの関係、また、周囲の星々との見かけの相対位置が理解できる写真。大マゼラン雲、小マゼラン雲、LMC と SMC の位置関係。中央の星座は、水蛇座。マゼラン雲とは、銀河系の近くにある二つの民が、大マゼラン雲とコマゼラン雲の総称である。共に、 極部銀河群に属する矮小銀河である。稀に、マゼラン星雲、マゼラン銀河とも、銀河系のとも銀河である。見かけの位置など地球からは、現在、天の南極からそう遠くない、設計約1時から5時、席約マイナス70度付近に見える。大マゼラン雲と小マゼラン雲は互いには7万5千光年離れており、見かけの上では、天球上で21度離れている。 20世紀末まで大マゼラン雲と小マゼラン雲は銀河系に最も近い銀河と2番目に近い銀河と考えられていた。しかし1994年にいてザワイショーダエン銀河が発見され順位は繰り下がった。マゼラニックストリーム大マゼラン雲も小マゼラン雲も濃度の高いガスが分布しており、その結果現在も 盛んに新たな星が誕生し続けている。そして両銀河の移動した軌跡には、両銀河が含んでいた中性水素ガスが残され、その結果、ちょうどジェット機が飛行した軌跡には、飛行機雲が残るように、マゼラン雲が移動した軌跡には巨大なガス体、マゼラニックストリームが残されている。銀河系の影響による形状の歪み両銀河は、銀河系の強い調汐力を受けている。 両銀河は棒渦巻き状の構造を持つが、潮積力により大きく乱れているのである。一方で銀河系のディスクの方もマゼラン雲の影響でわずかに変形している。銀河系周囲の交点という切題、マゼラン雲とコマゼラン雲の両銀河は銀河系の共銀河であり、つまり人類の住む地球を含む銀河系の周囲を交点しているというのがハップルによる説明以来、 定説であり続けた。移動速度の推算と実測。定説の見直しの進行。一体両銀河の移動速度は、どれほどなのか。という問いに関しては、ハップルによる指摘以来、ほぼ定説となっているマゼラングモは伴い銀河だとする。説及び、その時点での銀河系の創出量の大雑把な、推定値を用いて、両銀河の移動速度の推定値を計算する。 ということが何度か行われた。やがて、計算で推定するだけでなく、実際に測定をしてみるということが考えられるようになった。ただし測定すると言っても、マゼラン雲全体は概ね、形を保った状態で移動しているのでマゼラン雲の、星々を観測するだけでは測定できるわけではなく、マゼラン雲の、はるかかなた、遠方に存在するクエーサーを背景の目印とすることで、 それに対してマゼラン雲が相対的に移動し、地球から見た角度が時とともに変化していくのを測定するという方法が思いつかれた。ただし、あらかじめ推算されていた推定値からすると、その角度の変化は非常に小さく、現在の高精度の望遠鏡で観測するにしても、数日数ヶ月単位では検出困難で年単位の時間間隔を空けなければ検出できないだろう。 ということは予想されていた。予想される検出すべき角度の変化というのは、100km 先の 1mm 程度の移動を検出するくらいの小ささで困難を極めると予想された。仮に、現在の高解像度のハップル望遠鏡を用いても、ほぼ限界の領域である。また、地球の望遠鏡を動かすことで、望遠鏡に及ぼす重力が変わることの影響で生じる。 わずかな望遠鏡の歪みで正しく測定できなくなるとも考えられた。宇宙望遠鏡科学研究所のローランド・バンダー・マレルらのグループは、ハップル宇宙望遠鏡を用いて、同望遠鏡の分解能のほぼ限界のレベルを、用いて4年間にわたってマゼランクもないの25カ所の場所の移動速度を測定し、そして測定画像を1年以上かけて解析した。その移動速度は、 秒速4 8 0トルと算出された。観測によって得られたこの速度はあらかじめ行われていた水産地よりも数割以上大きい。この速度は両銀河が銀河系に重力的に束縛されていない可能性を示唆しているとも言う。もしこれが正しいならマゼラン雲の効果として説明されてきた現象は修正の必要があるともいう。ごく最近になって マゼラン雲というのは、ハップル以来の定説で言われているような銀河系をめぐる友銀河ではなく、どうやら、肉眼で容易に見えるので、南半球及び北半球低緯度の人々には、原始時代から知られていたと思われる。中東では見えないものの、イスラム時代までには旅行者などにより知られていたようで、ある。最初の記録は964年に、ペルシャの天文学者、アルスーフィーが、 星座の構成の書キータ部数はある。広域部あるサビタに、LMC を白い OCL ベッカーとして記録し、バブエルマンデブ海峡より北では見えないと記している。なお、大マゼラン雲の方がやや北に位置し、比較的容易に見える。ヨーロッパ人に知られるようになったのは、1519年から1522年のフェルディナンド・マゼランによる世界一周合会に参加した。 ベネツィアのアントニオ・ピガフェッタが記録してからである。世界一周の航海においては夜も航行し続けるわけで、夜間でも進行方角や次線の位置を確認する必要があるわけであるが、マゼランらは夜空の星々の中に白っぽい星雲を見つけることで、それを行ったと記されているのである。ただし、当時は、無論、マゼラン雲とは呼ばれておらず、この逸話にちなんでその星雲に、 マゼランの名が冠されるようになったのはかなり後のことで、ある。1603年のヨハン・バイエルのウラノメトリアでは、ヌビキアラメジャーのイ、ヌビキアラマイナーとして載っていた。1795年のフラムスティード・テンキューズフには、レグランド・ヌワージュ、レプティ・ヌワージュとして載っていた。マゼラン雲の天球場の位置は南点にあるので、シュタル観測所は、その有利さも考慮して、 地球の南半球にある。ヨーロッパ南天天文台の天文台群の一つで、南米に設置されているパラナル天文台には、標高2600メートルの山の上に7つの望遠鏡が設置されており、それが盛んに活用されている。パラナル天文台の望遠鏡群の中でも、特に2009年末に完成したビスタという名の望遠鏡は、格子屋閣を誇り台。 小マゼラン雲をまとめて一気に観測でき、そして近赤外線で画像を記録できるので、通常の可視光による撮影ではマゼラン雲のゴミが白く濃い雲のように映ってしまい一つ一つの星々がほとんど見えなくなってしまうのだが、近赤外線の撮影によってまるでモヤが晴れたかのように、マゼラン雲の中の星々一つ一つをくっきりと鮮明に撮影できるようになり、 このビスタによって新たな球状星団が発見されたり、するなど、マゼラン雲の星々のことが以前よりもより詳しく、わかるようになってきた。http://www.centauri-preams.org スラッシュ。p=1468c。 セカンドパラグラフビロー、インサーテッドピクチャー、httpww.asnumber, ネイビーミルライブラリーレア、payeruran1661piscisbot.jpgusno.navy.mil, リリープドオン2007年5月31日、httpww.asnumber, ネイビーミルライブラリー、 t h f l a m s t e d 1 2 j p g u s、no. n o n a v y m i l r e l i e v e d o n 2 0 0 7年5月31日。ありがとうございます。